段原古墳は、大分県日田市日高町にあった古墳。国の重要文化財の、金銀作館玉流門鉄橋の出土地として知られている。金銀作館玉流門鉄橋1933年、国鉄久し大本線分後三吉駅付近で線路の森土を採集している際、石管が出土し、その中から、金銀作館玉流門鉄橋が発見された。 発見当時にはこの鉄橋が注目を集めることはなかったが、1962年に梅原松寺によってその価値が見出され、発見者の渡辺音吉の案内による現地調査が行われた。その結果、日田市日高町の通称、段原と呼ばれる場所から出土したものと判断され、その場所が段原古墳と呼ばれるようになった。ただし、発見から調査までの間に、 約30年が経過しており、この古墳は前述の線路工事によって発見時に破壊されていたため、段原古墳が実際の出土地であったかどうかは確かではない。金銀作神玉流門鉄橋は直径 21.1cm、厚さ 2.5mm の反りのない鏡で、背面の装飾は腐食のために剥落した部分が多い、ものの約3分の一が残存しており、 現状を伺うことができる。全面に金で、たつ踏みが造眼されており、その角や爪は銀の造眼とされ、目や体のところどころには赤や緑の玉が貫入されている。中心のつまみ付近には、関代の書体で長乗り駒後の4文字が金で刻まれている。この鉄橋は関代のものと考えられている。現在は東京国立博物館が所有しているが、 九州国立博物館で常設展示されている。発見者によれば、石管からは、鉄橋と同時に鉄塔、靴輪が出土し、近辺からは、壁玉製果玉、ま、水晶製切子玉、ま、ガラス製子玉なども出土したという。また、北市から出土した帯の金具である、金作鉄帯針三点も、一説には、同じ古墳から出土したとも言う。段輪古墳は、一説には、 当時の日田地方の豪族草壁市の古墳とも言われるが、その被装者や、このような豪華な副装品が収められた理由は明らかでない。ありがとうございます。